さあ今回のペガサスロッカールームはペガサスの副キャプテンです有馬祐介選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで僕お初ですよね。初めてです。めちゃくちゃいい笑顔やし、はい、ちょっと立ってもらっていいですか。体してんな。身長は181センチです。体重は今95キロぐらいですね。かー、下半身仕上がってるわ。すいません、ありがとうございます。失礼します。なんかポジションあるよね。ピッチャーキャッチャーのバッテリーなぐらい体仕上がってるけど。あ、そうです、まあ、キャッチャーやってるのとはよくやりますね。え、でもポジションセンター。そうですね、セカイヤーです。ガイア、はい、で、リードオフマン。そうですね、はい、今年は一番を出してもらったりというところですけれども、はいはい、聞くところによると群馬にやってきたのもかなり最近やと聞きました。そうですね、もう去年の、まあ、12月ぐらいに群馬の市いただいて、うん、でも元々の出身は群馬なんですよね。そうですね、高校まで群馬でやってました。はい、だからちょっとそのね、有馬選手のこのいわゆる野球のキャリアをちょっと振り返っていきたいんですけど、出身はどちらなんですか。出身は群馬県の前橋市です。前橋、はい、何小学校。前橋市、荒子小学校です。荒子小学校、はい、で、この今写真あるのがこれ荒子小学校時代ですか。そうですね、少年野球の時の写真ですね。よう触れてますね、これそうですね、ちっちゃい時からそうですね、やっぱバットは触れてました。触れてるな、いいスイングしてるな。フルスイングしてますけど、野球を始めたきっかけは何やったんですか。まあそうですね、お父さんが野球やってたっていうのもあったんですけど、うん、あるある、はいはい、まあやっぱりプロ野球中継を見て、うん、やっぱり野球面白そうだなと思って始めました。何年生ぐらいか。そうです、小学校4年生からですね。あ、ちょっと遅めなんや。そうです、はい。友達もやってたし、まあ、自分も入ろうかみたいな。まあそうですね、まあ野球自体をこう始めたのは、まあ、小学校、まあ、1年ぐらいからやってたんですけど、うん、まあ、野球チームに入ったのは小学4年生からです。あー、で、もうこのスイングですから結構結果残したでしょ。いやー、まあそうですね、まあそこそこは。小学校時代は県大会ぐらいまでは、はい、あー、1回行ったんですけど、まあ、そんなに、うん、まあ、2回戦ぐらいで行っちゃったんですけどはい。で、中学校は何中学校、前橋の。前橋市の荒戸中です。荒戸中、はい、で、中学校の時はどうですか、ポジションは。中学校の時はそうですね、まあショート、サードもやってたんですけど、まあ、うん、まあ、主にレフトやってました。ほう、内野やったり外野やったり、はい、で、どうですか、中学校の時はこう、高校からお誘いがかかるような。うわぁ、なかったですね。なかった、はい、そう、すごかったで。おお、で、高校は前橋工業。前橋工業です。これはどういうきっかけで前橋工業を選択したんですか。まあそうですね、まあ、結構家が近かったのでなのもあって、うん、ずっとこう、なんていうかな、このちっちゃい時からこう見てて憧れた学校だったので、うん、はあ、まあ、そこでやっぱいつか高校野球するなら前校でって。もうそんなもん、僕ね、群馬出身じゃないですけど、はい、やっぱ渡辺久信さんとかねえ、古豪のイメージある前橋工業、結構こうやっぱり高校入った時とかこうギャップみたいなのなかったですか。うわー、すげえうまいなみたいな。そうですね、やっぱり上級生の方々みんなうまく上手でしたね。うん、背番号もらえるようになったのは、うわー、2年生の春、2年生の、あと2年生の秋からですね。あ、はい、自分たちの代になってからでした。うん、で、何番、どこポジションは。背番号7でレフ、どうでしたね、打順は。まあ、何番だったかな。そんな主要な打順じゃなかった。そうですね、おう、いい打順が打ってた覚えがないで、高校時代のいわゆるキャリアで一番こう県大会どこまで行ったとかは。うわー、そうです、3年生の夏は、まあ、ベスト16だった。ベスト16、そんなには、まあまあまあ、その結構ベスト16行ったらね、まあ強者が集まるところですけど、はい、そこまで進んで、で、当時の夢というか目標はどこに定めてたんですか。まあやっぱりそうです、まあ、ちっちゃい時からプロ野球選手になりたいという思いはあったので、うん、まあ、そうですね、プロ野球っていうのを夢でやってました。で、その中でじゃあ高校から大学を目指すわけでしょ、はい、大学をどちらに。大学は東海大学の北海道キャンパスに。
これはどういう経緯でその東海大学北海道、東海大学でよかったじゃないですか。そうですね。なぜ東海大学北海道キャンパスを選択したんですか。まあ、たまたまなんですけど、ちょっと僕遠征で、まあ、埼玉の学校に高校の時にこう遠征で練習試合する機会があって、でそのたまたまその大学の監督の方が相手チームの選手を見に来てたらしくて、でそこで相手チームの選手を見に来てる時に、僕がたまたまちょっとこうボコボコって打っちゃって、あいい選手いるなっていうふうになってこう声かけていただいて打っちゃってって、あたまたまですね。いやすごいご縁があるもんやね。その試合で、いや、プロのスカウトがあるんですよ。この選手見に来たけど、対戦相手のあの選手が良かったからっていう指名に至ったケースもよくあるって聞くんですけど、それが大学の、当時のその東海大学、北海道キャンパスの監督さんが、埼玉の、どこの試合ですか？ほんま、そんな覚えてないぐらいのレベルの練習試合やったんですか？そうですね。本庄大一だったかな？ほう。ちょっと、まあ、曖昧なんですけど、ほんと相手チームのキャッチャーの子を見に来てるときに、そうですね、たまたま僕がちょっとこう、活躍して。どれぐらい活躍したんですか？超短打含めて3安打ぐらいしたし、はい、それでこう、いい選手がいるなって。じゃあ高校に、じゃあその大学から声がかかったんですか？そうですね、まあ、監督、その大学の監督の方が声かけてくださって、練習とかもこう見に来てくださってて、でそれでまあうちのセレクション受けてみないかという声かけていただいて、はい、まあ、それでセレクション受けに行ってという形ですね。で合格。はい、合格。他の大学に行きたいなっていうのは、最初まあなんだっけ、上武大学とか東北福祉大学とかにこう普通に進学しようかなって思ったんですけど、ちょっと声かけていただいたので、まあ、何かのご縁だと思ってこちらの方に北海道行ったんや。へえ。でも今北海道の野球のレベルっていうのも結構道内のリーグも注目されてますよね。おう、いかがでしたか、北海道、その東海大学北海道キャンパスでのプレーは。もうすごい楽しくやらせていただきましたね。今その日本ハムにドラフト6位で行った今川優馬選手が同級生で、はい、一緒にこうプレーしてたんですけど、うん、なんかすごい勉強熱心で、昨日といろいろこう調べてて、まあ、それもこう僕にこういろいろ共有してくれて、そこでやっぱ僕の、ね、野球がまあ出来上がったってわけじゃないんですけど、まあ、そういう基盤ができた。へえ、チームメイトからそういう感化を受けた。そうですね、チームメイトがこういろいろこう調べて、自分でこう実践してみて、試していくっていう結構スタイルの感覚だったので、そこ本当にいい勉強になりましたね。はあ、何でもチャレンジトライするっていうような、そういう選手だったんですね。はあ、確かに何かこう思い込みでプレーしてこうじゃなきゃダメだっていうふうになりがちですもんね、野球。追求していけばいくほど、やっぱ実際プレーするのはやっぱ選手たち、自分たちなので、自分たちがこうやりたいようにっていうわけじゃないんですけど、自分たちがこうなんで活躍できるように、自分たちで調べて、っていうふうには感じでしたね。なるほどね。じゃあ、まあ、4年ですよね、大学プレーしたのは、はい、北海道でのこの4年のプレーっていうのは自分の中では、まあ、そうですね、いいプレーできたんじゃないかなって。で、その後ですよ、プロにもちろん憧れがある、NPB に憧れがある中で、どういう、 こう進路を定めてましたか？まあ、それ最初はそうです、ね、社会人野球の方にこう行きたいなっていうふうに思ったんですけど、はい、まあ、ちょっとテストを受けに行って、まあ、ダメだったっていうこともあって、はい、まあ、じゃあどうすなら、まあ、一生懸命野球できる環境がいいと思って、独立リーグっていうふうに、そういうのをお誘いっていうわけじゃないんですけど、まあ、どうだっていうふうに。自分でじゃあセレクションみたいなのを受けに行ったんですか？そうですね、あの、まあ、大学の監督が、はい、まあ、去年まで愛媛バンダリーパイレーツにいたんですけど、はい、そのコーチの方と、まあ、ちょっとこうつながりがあって、まあ、そっちの方に、まあ、練習参加させていただいて、合格いただいてっていう形ですね。いやー、なんか僕有馬選手の話聞いてたら、有馬選手はもう
絶対に NPB に行きたいという思いが強いんですね。さあ、そうですね。そんな中でこう愛媛での独立リーグ、またこう高校時代、野球時代、高校時代、大学時代の野球とは違った世界が待ってたと思うんですけど、独立リーグ愛媛での1年間振り返っていかがですか？まあ、そうですね、やっぱ一番学生野球と違うなと思ったのは試合日程の過密さっていう、やっぱどん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 試合が来るので、なんていうんですかね、その試合で出た反省をこう練習で克服できない、なるほど、試合の中で克服するしかないっていう環境に最初は戸惑いましたね。もういわゆる今までね、調べてチャレンジして、そこからトライアンドエラーで作り上げてきたものが次から次に試合がやってくるから、そういう時間が足りなかった。そうですね、やっぱ練習、ダメだったこと、課題をこう練習で潰していくのことが多かったんですけど、やっぱそのどんどん試合が来てしまうので、そういう時間が取れなくて最初苦労しました、ね、そんな中で愛媛から今年は群馬に移籍してきました、はい、このご縁というのはどういう経緯なんですか？まあ、そうですね、まあ僕移籍したけど、あの小田さんのお誘いもあって、愛媛でコーチされてた小田光平さん、はい、元ジャイアンツ、ドラゴンズ、はい、活躍されましたよね、はい、はい、まあ、そうですね、まあそのまあ、せっかくやるんだったら、まあ、他の環境でも、まあ、環境を変えてプレーしてみたらどうだっていうふうに声かけていただいて、うん、またまたその牧野さんと、うん、まあ、その徳島で一緒にやってたっていうこともあって、うん、まあ、そこで、まあ、群馬県出身っていうのもあって、うん、声かけていただいて、ほう、じゃあ当時の今は、まあ、社会人のコーチになった小田コーチがこの有馬さんどうですか、群馬に行くかっていうように声をかけてくれた、はい、へえ、やっぱ本人としたら地元のチームに帰りたいなっていう思いはあった？まあそうですね、まあ、まあやっぱり最後やっぱ思いっきりやる舞台、まあ、思いっきり地元でプレーして、まあ、その地元に帰ってきて、うん、思いはやっぱありましたね。これもちろん家族にも話したわけでしょ、はい、どんなリアクションでした？まあそうです、まあ、北海道だったり愛媛だったりいろんなとこ行ったら熊帰ってくるのか、はあ、びっくりしてましたね。はあ、で群馬でのこういわゆる開幕戦、群馬でのホームでのゲーム、どんな気持ちで臨みましたか？まあそうですね、やっぱ地元に帰ってきたっていうのもあって、やっぱり楽しかったですね。ほう、もちろん家族の人とかもスタンドに見に来てたりしてたんですか？あ、そうですね、お母さんが見に来てくれてましたね。はあ、そんな中で群馬でプレーして、こう親はお母さんはどんな風な、なんか言葉でした？群馬でプレーするとき。今実家から通ってるんですか？はい、実家から通ってます。はい、なんか行く前とか、試合終わった後とか、なんか言葉ありましたか？まあそうですね、言葉はなかった。まあ、まず、今言ってらっしゃいとかですか？それぐらいで。そうですね、まあプレーにどうこう、こう、うん、まずあんまりうるさく言って、こう、来ないで。はい。あ、でもどうですか、有馬選手、有馬選手のその開幕の時の映像などもね、今探してくれてますけれども、これはセンターへのフライを、いやー、ガッツあふれるプレー、まあ、そうですね、ここはピッチャーがこうアウトに苦しんでたっていうのがあって、そうですね、まあ、流れ変えれたかなっていうふうに思います。というようなね、プレーもありますけれども、野球をやめようかなって思った時っていうのはありますか？ないですね。ほー、もう絶対に NPB のフィールドを勝ち取るという思いがそれだけ強いという。あ、そうですね、はい、そんな中で先ほどのプレーも見せてもらいましたけども、はい、有馬雄介の自分のプレーを見てもらうならどういうところを見てほしいですか？やっぱり勝負強いバッティングだったり、まあ、僕は結構野球楽しむタイプなので、はい、まあ、そういう楽しんでるところを見てもらえたらなって思います。でも声小さいね、もうなんかわーってもっと来るんかと思ってたけど。ですか？おまあ結構試合になったら結構なんかうるせえって言われる。試合になったらうるさいって言われる。うるさい言われます、でもやっぱり勝負強いバッティングと、はい、そのチームのムードメイクですか？そ
そうですね、まあ、そういうところにやっぱ重点を置いて、うん、はい、うん、そんな中で僕びっくりしたんですけど、まあ、あの練習生の時期を経てこういわゆる支配下登録されたわけじゃないですか、はい、その練習生の時代に牧野監督が有馬選手のことを副キャプテンとして任命しましたよね。あの時はどんなお気持ちだったんですか。まあ、今最初はやっぱりこう驚いたっていうのがやっぱ一番ですね、うん、どういうふうに声かけられたんですか監督からは。まあ、最初は結構あの工藤キャプテンの方から声かけていただいて、まあ、有馬にやってほしいっていうふうに言われて、ほう、と思った。同級生っていうのもあったんですけど、はあ、まあ、新入団で、はあ、練習生で副キャプテンでいいのかなって思って、はあ、まあでもご指名されたからには、うん、やっぱりしっかりやりきろうということで、うん、じゃあやるよっつって聞きました。工藤キャプテンはどういう思いでやってほしいっていうのは伝えてくれました。なんで俺なんて聞いたでしょ、もちろん。そうですね、うん、じゃあなんて答え返ってきました。なんて返ってきたかな。言われてないかもしれない言われてないかもしれない。言われたから、じゃあでもやってみようかと。そうですね。もともとこう、何なんですか、キャプテンとか副キャプテン務めるタイプだったんですか、学生時代。全くやったことないです。初めて。はあ。でももう声かかったし、はい、やってみようかなと。俺もやるしかないなと思って。ほう。そんな中で心がけてることってあります？チームのムードを作る意味では。ああ、まあそうですね。まあ率先して声を出して、盛り上げるっていう。うん、のはやっぱこう一番に置いてるところですね。ね、チームは変わりましたけれども、愛媛で独立リーグの、ね、チームの雰囲気なども味わってると思いますけれども、はい、今年の群馬の雰囲気っていうのはどういうふうに感じてますか。あ、でも工藤の話からしたら今年はすごい盛り上がっていい雰囲気でできてるっていうので、うん、っていうのを聞いてるので、うん、まあそれ僕のやりたいことができてるかなっていうふうには思いますね。いやー、さっき会った時はもっと声が大きかったから、球場では多分バカでかい声で声を出して、あのプレーができますから、一番打ってますから、多分チームを牽引してると思うんですけど、改めて、そう、この群馬テレビ、ご覧になってる人、群馬ダイヤモンドペガサスの YouTube をご覧になってる人に、有馬祐介のここを見てほしい、最後ズバリ、カメラ目線で一言、力強い言葉でください。まあ、僕は結構試合中、まあ、声を出して盛り上げるんですけど、うん、まあ、僕声がちょっと高いんですよね、大きい声出すまあそれよく声が通るので、はい、まあ、球場に来たら、うん、まあ、僕の声を聞いてほしいですね。プレーじゃなくて声を聞いてほしいまあ そ, れ、まあ、そこがまあ原点なんで、あ、はい、まずこっから自分を見つけてほしい、はい、ひときわ高い声が出てるなと思ったらセンター方向外野の方に目を向けていただくと多分有馬さんだと、有馬選手だと、はい、いうことだと思いますので、はい、ぜひ声が出てる選手がいるなと思えば有馬選手、はい、そしてその声からこうみなぎるエネルギーというかパワーだったり野球愛をね感じていただければなと思います、はい、これ群馬テレビですから多分一緒にプレーしてた仲間だったり対戦してた仲間を見てますよ、ね、あの時の前橋工業のね、有馬祐介、今地元の群馬ダイヤモンドペガサスで今年からプレーしてますので、ぜひチェックしにね、高崎の方だったりでね、あとはこの YouTube の配信とか、群馬テレビでね、この有馬祐介の活躍チェックしていただければなと思います。ぜひ今年はこの熱い思い、その甲高い声でチームを勝利に導いてください。はい。はい、ということで、今回のロッカールーム、副キャプテン、有馬祐介選手にお話を伺いました。有馬選手、ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃ声ちっちゃいやん。でかい声出します。全然ちっちゃいわ。はい、すいません。光栄入王。声出してなかったです。これ全然出てないでって。まあでもバッティングにスランプあっても。声にスランプはない、ね、言うてたな、はい、うん、その通り声にスランプはないから太田さんに教わったんで。誰に。太田さんに教わりました。あいつほとんど試合出てへんベンチャー取れたって言ってました。